僕らは今日超えるためにやっぱトップになるために来たんで、今日一日だけは、彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。まあ、自分としてはまだまだこう足りない部分の方が多い選手だと思っているので、まあ、自分をもっと磨きたいというか、そういう環境に、自分を置きたいなと思っているので、そこに適している、球団にぜひ行きたいなとは思っています。まだまだ不完全な選手だと思ってますし、もっともっとやらなきゃいけないことが多い選手だと思ってるんですけど、そういう状態の中でぜひ行ってみたいなという気持ちの方が強かったですし、それはもう、高校卒業しようとした時も同じだったので、やっぱり継続してきたものをやっぱりさらに伸ばしたいなと思っていますし、どこか一つ諦めるということは今の時点では考えていないので、本当に5年間やってきたことを継続してさらに伸ばしていきたいなと思っています。いいことも悪いことも最終的に自分にとってはプラスになるんじゃないかと思って解釈はするようにしているので、そうですね、まあ、5年前にここに声をかけていただいた時もそうですし、はい、いろんな人の出会いというのはそういう部分を感じることは多いんじゃないかなと。精神的にきつい場面というのは後半の方がこう多かったので、まあ、もちろん落ち込みますし、打てない打たれたとかそういうのもまあ落ち込んだりすることはあるので、まあ、ただそうやってこう毎日毎日、メジャーリーグの場合は連戦ばっかりなので、毎日毎日こう試合があって、まあ、良かった悪かったっていう結果が必ず出てくるので、まあ、毎日こうなんていうのかな、今日は良かったなとか今日はここが悪かったなっていうのがまあ出てくることっていうのはすごいこう幸せなことじゃないかなと思っているので、まあ、まだ1年目なので、そういうところに関しては本当に現役を引退する手前になるんじゃないかなとは思っていますし、まあ、それを自分が感じるところなのか、周りの評価がそうなるって決めるものなのかというのも含めて、まだまだ先が見えないんじゃないかなと思いますし、まあ、そこに向けて頑張っていくということに関しては変わりはないんですけど、まあ、1年でこう少し見えるということもないですし、5年10年やってきた中でそういうところが少し見えてくるものなんじゃないかなと思うので、まあ、野球を始めた頃からすごい野球が好きでしたし、まあ、それは今になってもあまり変わることなくここまで来ているので、まあ、小さい頃は週に2回ぐらいでしたけども、まあ、本当に次の週末になるのが楽しみでしょうがなかったっていう、そういう感じの気持ちが今まで続いてるんじゃないかなと思うので、やっぱり実際に立ってみるっていうのがその面白さを感じる上では一番こう近いというか、実感できるんじゃないかなと思うので、限られた時間の中で体がピークの時に、まあ、技術力もピークに持っていくっていうのはなかなかその噛み合いは難しいのかなっていうところでいうと時間ないなって思いますし、まあ、現役中の時間ももちろん少ないですし、その中のピークの時間っていうのももちろん少ないので、なるべくそこの時に、まあ、最高到達するのやっぱり高く持っていくための時間っていうのはなかなか少ないんじゃないかなと思います。焦りみたいなのもありますけど、でも、まあ、楽しみみたいな、まあ、半分趣味みたいなところもあると思うので、トレーニングも好きですし練習も好きなので、今までできなかった持てなかった重さだったり動きだったりとか、まあ、できるようになるだけでも、まあ、それが励みになるんじゃないかなと思います。僕から一個だけ、憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、まあ、野球やってれば誰しもがこう聞いたことあるような選手たちがやっぱりいると思うんですけど、今日一日だけはやっぱ憧れてしまったらね、まあ、超えられないんで、僕らは今日超えるためにやっぱトップになるために来たんで、今日一日だけは、彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。最後、